本が本当にお好きなんですね。本はそうですね、好きですよね。びっくりしちゃった、かなわない。これなんか全てが分かるお書きになった、一応その最初語り下ろしみたいな感じだったんですけど、それをもう一回ちょっと、はい、話し言葉で書き直して、情報量が多いから、たまに僕も読んだやつがあったりしたあれだけど、又吉さんの世代が読む本もあるけれど、はい、それこそおっしゃってる近代文学、はいはい、随分昔のものを、そうですね、まあ、こんなその理由は一応書いてあるんだけれど、なんかその小学、まあ、元々教科書から読み始めたんですけど、引っかかるのが割とそれぐらいの時代のものがなんか多かったですね。まあ、あの 僕もそんな熱心な読者じゃないけれど、人間失格、はい、でそれこそわざわざっていう、はいはい、あれは残りますよ ね、 そうですね。でもそれがね、ある年齢を経るとそうじゃなくて、はい、もう一つの通りっていう、はい、ああいうの読んだらね、読まなきゃって気持ちになっちゃって読む時代によってまた違いますよね。多分本だけじゃないと思うんですけど、なんか本とか作品自体は変化しないんですけど、自分が変わっていくからまた違うところが響いたりして面白いですよね。だから毎年人間失格読んだりする。そうですね、年の初めに、はい、最初は面白くて読んでたんですけど、今はなんかもう、今は面白くて読んでるんですけど、ちょっと研究みたいになってきましたね。そうですよね、だってそんな深いところもある。僕人間失格読んだことないのいや、ちゃんと読まなきゃと思って、僕あの中であの女性と、はい、あれだけはもう一回見直そうかなって引っかかってたからあったんだけれど、いやだから何が言いたいかっていうとね、はい、僕らの世代、僕今度、まあ、今67なんですけれど、はい、なんていうかな、僕らの世代が読んでたりを全部読んでらっしゃるから、はい、そこがすごい大きな、はい、特徴かなっていう気がして。そうですね、同世代であんまりその辺近代文学になんか固執してるみたいな人あんまりいなかったですね。だからね、僕ね、思い出したのがね、はい、僕あのワンピースを書いてるあの小田栄一さん、はいはい、あの人も、はい、僕らの世代が見てた映画を、はい、山のように見てんですよね。あ、そうなんですか、うん、だから僕なんかね、いやそんなことあんまり言うと怒られちゃうけれど、はい、ワンピースってこれですよねってつい喋っちゃったら、人前で言わないでくださいって言われてでそれが僕らの世代よりちょっと上なんですよね。はいはいはい、だからそういうことってあるのかなと思って、要するにみんなが読んでるちょっと前のやつを、はいはい、うん、見たり読んだり。あ、そうですね、僕たちのすぐ上の世代の方がやってることを新しいとされてやってることがあって、 なんとなくそれに対する、あ、じゃあそれを見てきたから次こんなことがしたいって思ったことが、だいたい上の世代のもう一個上の世代が実はやってたり、そもそもが上の世代がやってたことに対するカウンターで一個下の世代がやって、それを見てまたこう螺旋で登っていけばいいんですけど、もしかしたら繰り返しになってしまう時があるかもしれないですよね。いや、まあ、僕の友人で安野秀明っていうのがいて、僕らはコピーのコピーのコピーの世代ですっていう言い方を今の話を見てちょっと思い出して、あと小説がお好きですよね。そうですね、びっくりだなんでこの、だってまだ35歳ぐらいですよね。30、はい、今年6になりますだって流行んないですよね、もし小説って。今は流行ってないですね絶滅寸前みたいな感じです、ね、もう絶滅ですよね。そうですね、太宰の影響とか、あの近代文学と割と自分のこと書いてたりするじゃないですか、はい、それの影響はやっぱりその辺を読んで面白かったんで、それそのインパクトが強くていまだにそういうものを探して読んでるっていうのが多いですよね渋谷の不動産屋に行って、その日のうちに家を決めないといけなかったんですけど、でその養成所が赤坂にあったんで丸の内線で一本できるんで、荻窪でいい部屋ありませんかみたいな感じで行ったら、荻窪はないけど三鷹まで行ったらありますよって言われて、じゃ
もう時間ないんでそこ見せてくださいって見に行って、まあ、ちょっと古かったんですけど、もうここでいい、頭になんとなく、あ、三鷹ってあの太宰がおったとこかぐらいはありましたね。昔の住所の表記って今とはなんか違うじゃないですか、うん、何丁目とかじゃなくて千何番みたいな表記、数が多いですよね。でだいぶ近かったんやろうなと思って近所散歩したりして探してたんですけど全然見つからなくて、で地図で図書館行って調べたら自分現って書かれてる住所が今の、その時僕が住んでた家だ。で地図で照らし合わせたら、あ、ここにこの下になんかちゃんとその再現できるように土台を残してるらしくて、前のコンビピースって今コンビなんですけど、その前線コンビで組んでまして、その時よく井の頭公園でネタ合わせしてたんですよ。でいつもネタ合わせしてるところが急に工事中になって、ここなんかできんのかなって言ってたら、上に急に巨人兵のあれ出てきたんで、これ見ろみたいなジブリのナイターが出てきたまずね、あの辺でずっとやってたんですよ。だってあの火花の中にいっぱいね、はい、吉祥寺が出てきて、僕はあのだから火花っていうのは実はね、もう単行本じゃなくて雑誌の時に僕読ませていただいたんですけれど、もう吉祥寺とかね、あのその先輩に住んでる時も歩いて行かれる、あれはあそこら辺かなとかね、つい関心が他へ行っちゃって、はい、そうですね、あの辺りを中心に、吉祥寺がね、なかなか小説の舞台になるってあるのかもしれないけど、僕はあんまり知らなかったんで、でまあスタジオジブリってもともと吉祥寺だったんで、あ、そうですか、あの、ね、東急デパートの裏だったんですよ。へえ。でその裏に、ね、武蔵野文庫っていう喫茶店がいまだにあるんですけど、ありますあります、その上だったんです。あ、そうなんですか。そこがスタートなんですよ。へえ。武蔵野文庫をよく行ってましたね。あ、そうなんですかカレーとコーヒー、ね、そうそうそう、うん、あの親父がね、まだ元気に生きてますよね。そうですね。あ、でもあの辺散歩してたら、これも多分ジブリのなんかないなっていう建物いっぱいありますね。あ、そうですか。三鷹の紫橋ちょっと行ったところとかもなんかありますけど、見てるんで。それってどこのことだろう。紫橋草屋でしょ、はい、あれジブリのものなんですよね。そうです。なんか外観とかなんか あそこで、要するに展示物を作ったりして。ああ、やっぱそうなんですよ。あの近辺下連雀に住んでたんで、はい、散歩するときにあの辺通って、なんかそうだろうな。まあ僕らもあそこら辺で商売してるんで、大体多摩のあたりでね、あのもうみんな多摩のあたりで映画も作ってたんで、木が所沢から多摩のあたりですよね。耳をそばそばなんて成績桜が丘とか、そうですよね、平成短期合戦ポンポコっていうとあそこら辺だしね。そうですね、そうですね、成績桜が丘まで見に行ったことありますね。耳を澄ませばのその舞台になった。ありがとうございます。そうですか。何箇所かなんかありますよね。ありますね。大体あそこら辺なんですよ、僕ら。だからあそこら辺とあとは屋久島なんですけれどね。ああ。もののけ姫とかナウシカとか。はいはい。まあ、とにかく読み終えたばっかりですけれど、もう僕はこの本に感動しちゃって。ありがとうございます。いや、もうなってたから。いや、やっぱり火花って僕はまあ正直に告白すれば、はい、随分長い間、はい、小説を読んだことがなくて。あ、そうですか。ほとんど読んでなかったですよね。まあ本は好きだったんですけど、はい、いわゆる小説を読むのからは離れちゃってて、それでまあ僕はあの文学界のあの編集長、はいはい、ちょっと知り合いだったんで。ああ、そうなんですか。そうなんですよ。これであの雑誌をいただいて、はい、すぐ重版になって、あ、これでね、彼から勧められてっていうのが経緯なんですけれど、うん、で読んで、まあ、正直言ってびっくりしてびっくりしたっていうのは、ね、ちょっと言い方が考えなきゃいけないんだけど、僕乱暴、言葉が乱暴なんでうまく言えないけれど、なんていう古典的な小説を書く人がこれを見るんだっていう、はいはい、それは驚いたんですよね、はい、そうですね。いろんな方指摘してるのかもしれないけれど、あの冒頭の熱海のシーン、はい、でみんなで、ね、漫才やってる時に、でもみんな花火してるわけで、はい、さーっていう時にね、はい、バーンっていう、はい、あれなんか、まあ、
映画が商売なんで、はい、ついこれどうやって撮るんだろうとかね考えちゃったんですよね。これで主人公の立ち位置がものすごいよくわかる、はい、あれ強烈な印象でしたよね。あ、今もこういうことを書く人がいるんだと。そうですね、あんまり古いとされるみたいなのやらないと思うんですけど、先生、だから僕らぐらいっていうか、僕が個人的に近代文学読んで現代文学読んできたんで、その現代文学の新しいみたいな、みんながどんどん前衛的なことにチャレンジしてるこの流れみたいなものがなんとなく僕の中で古く感じちゃってるんですよね。だから僕はちょうどその後ね、はい、なんとあの教団 X を読むわけですよ、はい、そうすると極端にそうです ね、はい、中村さんという人はこれはまた随分でなんか物の本読んでいくとお二人が親しいって言うんでね、はい、あ、読まなかった何がどうなってんだろうなと思って。でもとにかくこの火花が火つけて、それこそみんなを小説に向かせましたよね。なんかそうであったら嬉しいんですけど、ね、いやだって僕はそうだった小説読んでみようと思ったから、うん、やっぱ小説って面白いんだなと思って、ずいぶん長い間ご無沙汰してたんで、うん、で改めてこれ読んだらもうすごいんだもん。好きは好きなんですけどね、もう本当に好きな、お好きなんですね。そうですね、うん、やっぱり創作のことでいうと僕でも火花小説という形では一つしかまだ書いてないんで、鈴木さんはもうずっと何年も作品をそのプロデューサーの立場で作り続けてるじゃないですか。僕らは会社維持しなきゃいけなかった。いやでもそれがそれができない、普通できないことですよね。いや僕はその立場だったんだよね。やっぱその段階段階で超えないといけないものがあるじゃないですか。最初はもうちょっとなんかこうシンプルだと思うんですけど、はい、だんだん周りのまあ、絶対やってくれるやろうっていう期待値とかプレッシャーみたいなのも絶対ありますよね。ナウシカが一番幸せでしたね。あ、もうとにかくナウシカっていうのは、まあ、僕雑誌の編集長やってたんですけど、はい、まあ、中でね宮崎にナウシカって漫画描いてもらって、そのアニメーション雑誌だったんですけどね、アニメージっていう、はい、人の作った作品を追いかけてるのが、はい、だんだん面倒くさくなってきて、はいはい、それでナウシカが人気出てきて、はい、で映画作っちゃう、はい、そうすればこれをネタにね本作ればいいのかっていう、はいはい、そうね、最初はねそういうわけでとにかく作ることが楽しくて、はい、一生懸命って字を使われるでしょ、はいはい、突然ですが、はい、で生を生きるじゃないじゃないですか、はい、ところでしょ、はい、あれは意識的に、そうですね、なんかそういう両方使えるっていうのを小学校か中学校ぐらいで習いますよね。それぞれもともとは一生懸命やったみたいなと、そうですよ、うん、それにこだわったらしい。そうですね、あ、ちょっと嬉しかった。僕もあれこだわる方なんで。あ、そうです。そうなんですよ、大したあれじゃないけど、だから一生懸命って言われるとねピンとこないですよね。又吉さんに伺いたいのは、はい、その芥川賞を取られて、はい、そのお笑いの現場っていうか、はい、でのその会場のリアクションみたいなのっていうのは、そうですね、どんな感じで変わった、変わったあるいは変わってないのか。みんな最初はもちろん祝福ムードというか、おめでとうございますみたいな感じだったんで、うん、僕らはコンビでやってるんで、コンビのその関係性とかでなんかまたそれまでとは違うパターンというか、うん、やり取りは生まれましたけどね、うん、なんか見る目が違うみたいに感じることっていうのはあんまりないです。それは多少はやっぱり変わったなっていう気はしますね、うん、今までも僕はもう自分の言いたいことを言うんですけど、それは僕が言いたいことのまま受け取って楽しんでもらえる人もいれば、もっと単純にあのわけわかんないこと言ってんじゃないよっていう視点で楽しんでくれてる人もいたと思うんですけど、割とわけわかんないこと言ってんじゃないよとか気持ち悪いよとか変なことを言うだけの人っていう印象がちょっとこう何を言おうとしてるのかっていうのにみんなが耳を傾けてくれるようになった分、
ごまかしが効かなくはなってたんですか。今までは別に僕が何を言おうがわけわからん、気持ち悪い、また変なこと言ってるで いけてたのが、何を言ってんの、そのいつ僕が一人でやってた部分のそこを聞いてくれるようになったんで、なんか僕は常に保険が効いた感覚で仕事ができてたのが、ちゃんとそこが人前にさらされるようになったんで、あれあんま受けへんなとか、それはだから受けないっていうのは芥川賞を取ったから受けないんじゃなくて、ちゃんと僕が自分の意思で言ってる言葉そのものが伝わるものと伝わらないものがあるっていうことが初めて世の中に出してもらったというか、言葉大事ですね。この前も書いてあったけど、長いの書いてそれを短くしていく、あれ感心したな。後人って漱石、はい、そうですね、はい、あれは、はい、書いてなかったですね。そうですね、あれはあんまりすごい、いや一通り全部読んだんですけど、なんか特に印象に残ってるものから順番に。後人が好きなんですよね、だってあれ神経衰弱でしょ、兄ちゃん、はい、これで太陽のような明るい奥さんをもらう、はい、そしたら結婚した途端にね、はい、それが腹立たしくなるそれを弟が見てるってやつでしょ、はい、あれは僕すごい印象に残った。それと僕夫婦全財、はい、一番好きな小説なんです。ああ本当ですか、僕も好きですね。小田作っていう人は本当好きですね。僕面白いですよね、いろいろやってらっしゃるけど、なんか小説のなんこの夫婦のなんでしょうね、風景何の説明もしてないんですけど、二人が一緒におるっていうことを言葉じゃなくて風景で感じ取らせてくれるっていうのが、そうですね、すごくグッとくるというか。映像的に書くとかそういうことは意識されるんですか。もともと漫才がコントは衣装を着て、自分がその役になり着てるじゃないですか、コントで。漫才はスタンドマイクの前で喋るんで、その時は割と自分の言葉とか自分の言った言葉でお客さんの頭の中で再現される風景っていうのを考えながら喋ってたんで、その癖はついてると思うんですよね。その文章を書く時でもなんとなくその読者の人の頭の中でどういう風になるのかっていうのは、映像的にっていうとこまで踏み込んでは考えてはなかったんですけど、はい、でも丁寧に書いてらっしゃる、具体的に何時ぐらいに書くとかあるんですか、小説に。なんかお笑いやってる時はもう、ああ仕事はきっちり分けられてるっていうの、終わったらやります。仕事が終わってからやりますね、9時に終わったらそれ以降ですし、2時に終わったら諦めるときありますけど、1時に終わったらやりますね。毎日必ずやったら書いてらっしゃるんですか。そうですね、何かしらやってますね。あの私山崎の同僚の中心部の島で、はい、一ついいですか。どうぞどうぞ、はい、あのお好きな、ね、作家の皆さんというか、はい、少し前の時代、はい、でその例えばダザルさんもそうですけど、はい、なんかこうまとってた破滅思考って破滅性みたいなのあるじゃないですか、はいはい、ああいうものに対する憧れってないですか。憧れというかその破滅するスタイルに対する憧れじゃなくて、その破滅しに行ってるというよりは、こう長生きすることと家族の無事と繁栄をめちゃくちゃ具体的にリアルに思いながら生活するって決めてる人がいたとしたら、なかなか太宰とか芥川みたいな作品になりにくくて、どっちかというとそっち側に憧れてるのかもしれないですね。その食っていくことをもちろん考えるんですけど、だから不安なんですよね。恋人も今いないんですけど、今彼女できて結婚したら、今なんとなく漠然とこの辺に浮かんでるものはもう全部使えなくなるんじゃないかみたいな、人間
そのものが変わってしまうんじゃないかっていうようなことを思ったりするのは、別に破滅に憧れてるというよりは、なんか多分そういうこと で今思ってるぐらいのことができたら、次多分そういう次の段階に家族ができるとか恋人ができるってことになったら、また変わっちゃってもいいんですけど、その時にまたもっとそうですよね、面白いものができるんじゃないかとも思うんですけど、先ほど要するに最初の方でね、はい、鈴木さんに、はい、ずっと作り続けられるってすごいですねっておっしゃったでしょ、はい、それでそれは、まあ、ご自分は今その第2作目、はいはい、それは第1作目を書いてる時と、はい、今第2作目を生み出そうとしてるっていう、はい、すごいこう何て言うんですかね、見学があるというか、はい、そういう今お気持ちでいらっしゃるんですか。そうですね、まあ、安心したかったっていうのがあるんですよ。鈴木さんにそれ聞いて、ナウシカの時は楽しかったって言ってました。やっぱそうなんやなと。僕もイワナの時は正直ノープレッシャーだったんで、僕これだけ本好きだって言ってるから、周りの先輩とかに、いやお前こんだけ本好きやってて、他の芸人が書くとはわけ違うからプレッシャーなるよなって言われてたんですよ。今小説書いてるんですって言ったら、僕は正直言え、誰も僕が書くもんなんか期待もしてないし、で僕が書くもんは自分が読んできたようなものになるんで、まあ、そんな明るい話でもないし派手な話でもないんで話題にならないですよ。そのでも自分の好きなジャンルで表現してみたいんですって話をしてたんで、本当プレッシャーってなかったんですよ。で楽しんで書いてて、そしたらすごい話題になったんで、それでちょっとビビってるってのがあるんですけど。でも又吉さんの小説って多分これからですよね。世の中はそうなりつつあるから。だってこれ読んでてね、暗いんだもん。そうですね、すごいですよねその暗さ。いや本当に、いや本当暗いですか。実は明るいですよね。明るくせなあかん時は明るくしようとは思うんですけど、でもどっちかって言ったらめちゃくちゃ暗いと思いますよ。ドがつくぐらい。でなんかこうスイッチ入ると激光スイッチみたいなのピッと入って、あでもそれが武器だから、はい、だってそれを書かれるんだよ。そうですね、だってそういうものをみんなが読むようになるのはこれからでしょ、うん、多分まだ今その羽坂駅にあるから、うん、そうです。僕俺改めて読んでて本当そう思ったんですよ、うんうん、だからその今の破滅の問題もね、これからですよね、出てくるのは、うん、多分そうですよね、破滅型の人はその作品と生き方みたいな、うん、作家としての、うん、そのどういうふうにこう変化していくかっていうのは、だからさっきの僕はあの熱海のあのシーン、あれなんか作家の目としてはすごいちょっとひんやりするものもあるぐらい、うん、でもそこがねスタートとして本当に良かったし、だからこれからどういうもの書かれるかすごい楽しみ。でもその時にもう一つ職業があるって大きいですよね、多分ね。そうですね、だって作家だけでなんていうのかな、食ってる人がいる国って日本だけでしょ。いろんな世界の人ってね、みんないろんな職業をやりつつ書くじゃないですか、はい、ね、学校の先生だったり、ね、お医者さんだったり弁護士だったり、だからもう一つ職業を持ちながらそういうのを書かれるっていうのはね、それは今の職業作家とちょっと違うところが、それはだから期待値が高いですよね。だからそういうなんだ一世代前のものをもうすごいたくましく読んでいらっしゃったから、それがねどういう形になっていくのかなって、ものすごい楽しみですよね。